カモカモ川が完全に埋まっておる。あとちょっとで3月なのに、なんかめちゃくちゃ雪降ってきた。なんかこうやって雪蹴散らして歩くのは面白いけど、降りすぎじゃない？それにしても。今日は2月の26日の金曜日なんですけど、今日夕方の5時ぐらいからめっちゃ雪が降ってきて、なんかね、真冬並みに一気に積もった。なんか全部雪で覆われてる。今日は中島公園にキツネを探しに来たんですけど、雪がねめっちゃ降ってるから今ちょっとね中断してるというか、やばい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 、風が出てきたな。ちょっと危険だから撤退します。今からサンドリアに行って帰ります。やばいな、また中島公園で遭難するかもしれない。本当に面白い、この綺麗な雪はね、楽しいけど。パウダースノーってやつかな。こういうのもね綺麗だけど。よし帰ろう、サンドリアに行って帰ろう。今日中にさ動画投稿しないといけないから。自動販売機も埋まっとるわ。なんかまた雪が強くなってきてるような気がする。中島公園からサンドリアまでは歩いて10分ぐらいかな。でも雪の道だからもうちょっとかかりそうだけど、まあ遭難しなければ OK かなって感じで、とりあえずゆっくり向かおう。こっち側の川はまだ生きてる。よし、なんかまた道幅が狭くなってるような気がする。この前にいっぱい溶けてたのに、また冬に戻ってしまった。待って、めっちゃ寒い。サンドリアが見えた。じゃあ今からサンドリアに行ってきます。ご視聴ありがとうございました。